年末のご挨拶兼ねてまたお邪魔しようと思います。あ、どうも。あげます。花さんも。そう、嬉しい。年末年始とかってどんな感じなんですか？営業。年末年始、営業日、はい、営業日は、年末は31までで、年始が2日から。あ、なるほど。年末はギリギリまでやって。そうですね、そう。年末が一番忙しいんで、そうなんですよ。だから31までもう頑張って。でも2日から、はい、料理屋さんの納品があるんで、バタバタ動くって感じです。営業は2日から、そうなんですよ。31まで、最後までやって、はい、年初は営業5日からということをやっています。はい。あと何でしたっけ？お正月とか一体何をするんですか？お正月なんです。クリスマスは？クリスマス？あ、まずクリスマスは今日が24時でいいですよ。今日は頑張って、仕事頑張って、はい、お仕事頑張って、明日はなんもない。明日は普通に朝納品して、終わって、松葉行って、はい、ますね。すごい、あの女子してますね。行きますよ、もちろん。そんな感じ。じゃあお正月もまあ、はい、去年と同じような感じ で、ね、もうゆっくり休ん で、 そうです、ね、どっかまあ家族からでも納品があるで一瞬ですね、本当に。そう、1日はゆっくり、元旦はゆっくり、ゆっくりして初詣とか行くんですか？初詣でも行こうか迷っとって、はい、そう、なんかもう混んどるじゃないですか。まあ、そうですね。もう行くとしてもあそこのあっち神社ですよね。いや、最上稲荷ですよ。そっちの方がめちゃめちゃ混んどる。最上稲荷行きたい。なるほど。そう、まあ、そうですよね、うん、若い子は。はい、はい、もう今日、はい、いっぱいというか自分用買ってもらったんで、そう、買っていただいて、はい、クリスマスは一人で。あ、そうなんですか。もちろん。うそー。もちろんです。はい、また来年もよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。はい。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。